ゃあ、こんにちは。さあ、中日 PL コンビが結成されました。おお、はい、やったね。やりましたよ、PL コンビ。まあ、はい、まあ、立浪からすると、はい、ヘッド片岡っていうのは、はい、一番こう腹を割ってものが言える、うん、まあ、お互いにね、はい、だからそこら辺では数通しが良くなるかなっていうね。そうですね、うん、ただやっぱね、片岡っていうのはヘッドコーチ2度目だね、はい、金本の時に、はい、でやっぱね、監督を立てなきゃいけないっていうのは、やっぱ片岡ってものすごく分かってるコーチなんだよね、うん、はい、それだけにやっぱ戦ってほしいな、うん、うんうん、意見してってことですね。やっぱ弱いチームっていうのは、うん、それなりのこう問題が山積してると思うんだよ。だからそれを一つ一つ解決していくには、やっぱ意見の交換っていうのはすごく必要なんだよね。だから友達だけども、はい、昔からの親友だけども違うことは違う、はい、そういうことは意見をこう組み交わしながら、まあ、やっていってほしいなとは思うけどね。そうですね、やっぱりどうしても今シーズンとか昨シーズン見てると、立浪さんに言える方が一軍のコーチでなかなかいなかったんじゃないかっていう、見てるとね、はい、やっぱ立浪がこう孤立してるような、うん、はい、そんな感じがするし、はい、だからまあ片岡を孤立をさせないとは思うけどもね、うん、はい、だけどそこら辺でこう意見をいろいろねぶつかり合って、うん、本当に強いチームをね、はい、まあ、作り上げてほしいなっていうふうには期待するけど、ね、そうですね、はい、あとやっぱり2年間2軍の監督をされてたので、2軍の選手たちの個々の選手たちどういう選手かっていうのを見てきてると思うので、そのあたりもこう意見しやすいというか助言しやすい、ラッタンしちゃった逆に、まあまあ知ってるだけに熱い人間だからね、片岡さん。そうですね、熱い男だから、はい、だからその熱さを失わないでな、はい、戦ってほしいなっていうふうには思うんですね。そうですよね、はい、でそれに伴って全てのコーチ、はい、発表されました、はい、でまあ監督は立浪さん、そしてヘッドに片岡さん、はい、で投手コーチ2人います。1人が大塚コーチ、そしてもう1人は山井コーチということで、はいはい、大塚さんはメジャーにも行ったことありますよね。大塚はね、はい、俺はいいコーチだと思うよ。お、東京ドームにね、はい、立浪に会いに行った時に、うん、まあ、大塚も来てくれて挨拶してくれたんだけども、はい、あ、表情見てると、うん、この人はいいコーチなんだろうなっていう、うん、そういうオーラというか雰囲気が伝わってきたし、はい、男気がある、うん、人間だから、はい、これはもう投手の兄貴分としたら、うん、もう申し分ない。申し分ない、うん、あとは山井さんですね。山井ね、はい、山井もドラゴンズ一筋で、うん、頑張ってきた人間だから、はい、それはもうチームに愛情はあるよ。はい、まあ、この2方が投手コーチになるということは、はい、まあ、そもそもやっぱり中日って投手王国というか投手ピッチャー強いですから、まあ、強い強い、いい戦力いますし、まあ、そうだね、はい、うん、いいバランスでやっていくと思うけどね、はい、じゃあ続いて打撃コーチはお二人います。一人はもうね、今シーズンもそうでしたが和田さんです。ベンちゃんね、はい、和田コーチ、そしてもう一方が上田コーチ、はい、はい、この2人です。ベンちゃん人がいいからもういつもニコニコしてる。いやいや本当に、はい、いやそれでね、難しい顔してる時もあるんだけども、うん、もう根はめちゃくちゃ明るいし、はい、勝手に踊り出したりとかするんだよね、はい、だからムードメーカーとしてすごくいいし、はい、まあ、人柄がいいっていうのはやっぱり人がついてくるし、はい、人がいいから教えられるっていうんじゃなくて、はい、やっぱり人がまずついてきてくれないとやっぱ教えられないということから考えると、はい、素晴らしい人間性だし、はい、やっぱいいコーチだよね。ですよね、うん、でまあ、去年ね DeNA から来た今シーズン、まあ、細川選手を、うん、なんて言うんでしょう、覚醒させたというか、まあ、一つやっぱ和田さんの功績が大きいっていう、まあ、大きいだろうね、はい、うん、だから、まあ、ベンちゃんと話したけど、やっぱベンちゃん の, そのバッティングのスタイルは持ってるんだけども、うん、時代によっていろいろ彼も勉強してて、はいろ、まあ、んな打ち方っていうのも勉強しててね、うん、だからすごくいいコーチだと思う。うん、で引き続きやっぱり打撃コーチということでなりました、はいはい、でもう一方上田さんです。上田な、はい、上田しっかりやってるからねいやこれも人はいいからね人間的にいいですね。あ、だからベンジャーのサポート役をやってほしいなっていうふうに思うけどね。サポート役で、で左はもう監督ヘッドが左バッターだからだからなかなか教えるっつってもお前それ違うぞってコーチが怒られるかも分からない、逆に分からんけど、はい、まあだけどベンちゃんのねサポート役、はい、まあ、これはもうサポートする人間としたら、うん、まあ、最高にいい人間だよ。あ、そうなんですね。そうそうそう、あ、じゃあいいメンバーが、いや、いいメンバーだと思うんですね、はい、で捕手コーチです。キャッチャー、はい、小田さんです。なあ、新しく、はい、うん、ムードメーカー
小田さんね。でもね、リードに関しては、はい、小田が被ると負けないっていう時があったんだよ、やっぱり。うん、だからそういう面ではすごくこう観察力とか洞察力っていうのも長けてるし、はい、なんかこうちゃらけたイメージがあるかもわかんないけど、うんうん、はい、やっぱ勝負に入った時にはそういうものっていうのはすごく生きてくると思うよ。あ、そうなんだ、うん、星コーチっていうのは主に小田さんはどういうことを、だからまあ例えば視線の木下がね、はい、困った時とか、うん、まあ、宇佐美が被る時もあるだろう、うん、その時にベンチをこうやって見てこれ言っといたらっていうサインを出せるコーチだよね。うん、困った時にね、はい、小田の性格だったらキャッチャーにもう任せるだろうけども、うん、困った時には俺見てみろって、うん、そしたら俺の答え用意しとくっていうような、それができる多分コーチだと思う。あ、兄貴分というか頼もしいですよね。そうさあ、そして内野守備走塁コーチなんですけれども、はい、まあ、今年引退されたばかりの殿江直光さんが、はい、なることになりました。苦労人だよな。そうですね、うん、で、まあ、なぜレギュラーが長く続かなかったかっていうと、やっぱ打てなかったから、うん、まあ、守備はね、元西武の辻、はい、言ってたんだよね。俺があの中日のコーチをやってる時に、はい、まあ、辻と会って話した時に、うん、堂上はもう早急のミスは全くないと、うん、あれだけ早急がいいやつはまあ今まであんまり見たことない、まあ、それだけにショートで使ってほしいなって思ってんだよねっていう、まあ、そのぐらい守備ということに関してはポテンシャルのあった人間だし、まあ、それなりの教え方ができるだろうなっていう、まだまだ勉強だけどな、まあ、なってすぐコーチが成立するかっていうとさ、まあ、勉強することばっかりだよまだ。だからまあそこら辺の余裕を与えながら、まあ、やっていくといいんだろうなと思う。またこの子も人がいい、もう人がいいやつばっかり集まった。良かったですね。いや、良かったっていうか、いや、本当本当。そうですね。まあでも中日というとやっぱりそのどうしても鉄壁な二遊間と、はいはい、荒木さんと井端さんがいた時のような、うんうん、ああいうやっぱそう強固なものを作っていかなきゃいけないっていう、うん、見たいっていうファンも多いし、まあ、そうだね。だから誰をこう押していくかだよな。そこですよね。二遊間でね、うん、まあ、カリストをそのまま使うのかとか、はい、ね、アルカンタラがクビになったからクビかアルカンタラセカンドに持ってくれば面白いと思うんだけど二遊間外国人コンビが、ね、いやいやなりますとかね、はい、誰を抜擢してくるのか。そうなんですね、うん、だからまあそうだな、うん、例えば田中美希也選手も、はい、ね、もちろん来シーズン、まあ、これはね、まあ、1シーズン棒に振ったような形になったけど、まあ、必ず戦力として、はい、まあ、必要な人間だと思ってるしね。そうですよね、はい、また村松選手もリューク選手もいますし、あとサードの石川選手もやっぱり守備っていうところでなると、はい、やっぱりね、どの上コーチが、まあそうだな、うん、ただ果たしてサードとしての成立があるのかどうか、まあ、バッティングを生かすんだったらもう守備をもう捨ててでもファーストに生かすのかとか、はい、まあ、コンバートというか、うん、だからまああれだけ怪我が多いとね、はい、なかなかこうレギュラーっていうのは難しくなってくるし、うん、まだ膝の状態だとか、うん、まあ、そういうのが万全ではないとは思うけども、はい、だけど万全になった時でも怪我がちであれば、うん、これはもうレギュラーとしてはあんまり考えなくなるだろうし、そこはもう競争になるんですね。いや、もうそれはレギュラーっていうのはやっぱ出てなんぼだからさ、うんうん、だからいつもこう爆弾を抱えて地雷を踏むような、うん、はい、そんな采配ってできないからね、うん、でレギュラーっていうのはやっぱ安定的に試合に出れる、怪我も少ない、はい、ね、やっぱ名馬であってほしいよな。そうですよね、うん、ただまだ若いしね、はい、体がまだ出来上がってないっちゃ出来上がってないのかもわからないから、うん、まあ、出来上がった時に怪我はしなくなるかもわからないけども、まあ、そこら辺もどの上とね、はい、いろいろこう二人三脚でやっていってほしいなっていうふうには思うよね。そうですね、はい、あと外野守備走塁コーチが大西さんです。大西コーチ暑いからな、うん、こいつはここ熱いコーチが、熱いコーチ、はい、ただやっぱ大西のその外野手としての守備力とかね、うん、そういうものっていうのは強いものがあったしね、うん、で、まあ、サードコーチャーとか、はい、まあ、いろんな感性も持ち合わせてる人間だから、はい、これはいいコーチだと思う。そうですね、まあ、外野守備となると、まあ、ブライト・ケンタ選手なんかも、ね、まあそうだな、はい、まあ、魅力のある選手だしな、うん、まあ、細川をどうする、岡林が伸びてきたみたいなね、はい、まあ結構順調には外野手は来てると思うんだよな。そうですね、ただプライト健太選手、あの例えばその走塁だったりとか、あと送球だったりとかでたまにあの天然ぶりを発揮してたので、今シーズン天然はね、うん、天然で治らないんだよ。まあ、許せる天然になってくれたらいいんだけど。そうです、いやだけど完璧な人間はいないよ、うん、だからまあそこら辺でどこで折り合いをつけるかっていう、うん、
まあ余裕がないと選手って伸びてこないしな、はい、そうですよね、うん、だから、まあ、そこら辺はどういうふうに考えるか、はい、まあ、これからの課題だけどね。そうですね、はい、あとあの内野手で、まあ、はい、サードっていうと石川昂弥選手だけじゃなくて、まあ、高橋周平選手も、まあ、今シーズン、ね、オフ FA になりますけれども、うん、この高橋周平選手をじゃあ例えばどの上直美さんとかどうするのかなとか、コーチ陣をどういうふうに考えるのかな、この来シーズンっていう、まあ、使われ方を見ると、うん、構想からはちょっと外れてる感じはするよな、うん、ただ二遊間が育ってこないんであれば、ショートはできるタイプじゃないけど、まあ、セカンドだったらね、まあ、なんとかできるかも、まあ、サードやらしたらうまいんだけど、はい、でもそこには石川がいる、うん、まあ、そういうことになってくると、まあ、なかなかな、そうですよね、うん、まあ、その立浪政権の2年間の使われ方を見ると構想からは外れてるのかなっていうのは感じはするけどね。そうですよね、うん、だから、まあ、非常に苦しい立場だけども、うん、例えばその周期練習やりながら、うん、いや高橋周平、まだまだいけますよとか、うん、まあ、そういうことをこうどの上がね、はい、まあ、進言できるかどうか、うん、練習を見ながらこういろんな選手の状態っていうのは話すけども、はい、推薦をしていく、うん、まあ、そしたら出番も多くなるかもわからないです。そうですね、どの上じゃ言えないだろうな、まだな、まあ、いや別にな、いや無理だと、なかなかな年齢的にもそうですし、まだ今シーズンね選手だったのでやっぱね喧嘩するぐらい、うん、コーチ会議で意見がどんどん出てこないとね。本来はそうです、ね、いや本来は絶対そう、うん、なんかそれ言い過ぎちゃうと監督から目つけられちゃうかなとか、コーチもやっぱちょっとビクビクする部分ってあるんですかね。それは自分の首が惜しかったらね、うん、言葉は濁すよね。まあまあそうですよね。だけどいやチームに愛があって、はい、本当に強くなるためにはこれは絶対必要だっていうことは、うん、まあ譲っては欲しくないけどね。確かにそうですね、うん、まあ、でも高橋周平選手ちょっとね構想から外れたかなって気もしますし、でも今シーズンのカープは新井監督が来て田中康介選手が、まあ、再生というかなったっていう例もあるので、もしかすると高橋周平選手でも2年間同じ監督だからね。あ、そうだ、3年目に突入するわけだから、そうだ、もう2年間で大体見極めてる。ああそうなのか。それはこれが監督が変わって新しい監督が来たら、いや周平使えるじゃないかってなるかもわからないし、周平の気持ちだって、うん、いやこの監督ともう一回チャンスがあるかもわからない思うかもわからないけど、はい、あんまりないかもわからない。そうですね、まあ、そこはそうです。俺は使えると思うよ、うんうん、使えると思うけど、うん、だけどそのチームをこうやっぱ変えていかなきゃいけないから、はい、今中日って一生懸命そこの作業をやってる段階だから、うん、今さらっていうこともあるんだよ。そうですね、だったらもう新しいので、うん、一からもう向こう10年大丈夫なようなレギュラーをどんどん排出していくというか、うん、作っていくというかね、うん、もうそういう作業に入ってるからね、はい、だからそういう意味では構想から外れてるかなっていうには思う、うんうん、だから能力がないとかじゃなくてね、はいはい、まあね、1軍のコーチが全て発表されて、まあ、2軍の監督は井上和樹さんで、はい、投手兼育成コーチに去年までヘッドだった落合英二さんが行かれるわけですけれども、はい、まあ、1軍のコーチ陣監督を見て来シーズンは中日どういう戦い方、どういうものを目指すチームになっていってくれると豊さんちょっと期待したいですか。レギュラーが誰なのかっていうのが明確に見えるようなチームに早くなってほしいな。うん、だから戦い方っていうのはそれからだから、はい、誰がどこに配置をしてどういう能力を持ってるかで野球が変わってくるから、だからレギュラーって言われる選手を何人作れるかどうか、うん、今で言えば岡林、はい、まあ、今年の場合で言えば細川、はい、でキャッチャーの木下、うん、このぐらいだったでしょ。まあ、そうですね、うん、カリステが途中からショートずっと守ってる、うん、じゃあ来シーズンもショートでそのまま行くのか、うん、これまだ分からないしね、はい、田中っていう選手もいるし、うん、だから7人ぐらい、あ、これはレギュラーだなっていうふうに言える選手ができた時から勝負だろうね。できた時から、うん、それはもう開幕前にできてないと本来は、まあまあこれでいくっていうスタイルで周りが、あ、これだったら戦えるなって見て思えるような感じであれば戦えるよ、いけるよ、うんうん、え、これ大丈夫っていう不安があると、やっぱね負の連鎖とか引き寄せの法則だとか、まあ、そういうのがあってみんなが不安を持つと不安なんだよね、うん、これ素敵じゃないみたいな、これ将来見えてきたなっていうような感じを見せてほしいよね。そうです、だからそのために今一生懸命やってると思う。そうですね、うん、あとはその選手とのコミュニケーションだったりとか意思疎通っていうのもやっぱり大事になってきますね、はい、うん、いやそれはもちろんそうだよ、うん、そこは大事だよ。
そうですよね、うん、そういうところはおろそかにね、うん、まあ、しないでほしいなっていうふうに思うし、そうです、まあ、ミーティングでやっぱり野球も教えていってあげてほしいなと思う、うん、そうですよね、はい、まだまだね若手で発展途上の選手が多い中で、はい、こういったあのコーチの方々がどういうふうに新しく中日を強くしていくか、うん、まあそうだね、あの首脳陣もそうだけども、はい、選手も首脳陣を見て、うん、なんか新鮮な気持ちにはなってると思うよね、うん、だからそこだから、その新鮮なうちに何を注入していくかだから、はい、これがガタッと崩れるとさもうだ話聞かないみたいなっちゃいますね、なっちゃう、はい、では今年はね本当にそのブランド外のことであったりとか、うん、違うことがフューチャーされることが多かった中日だったので、来季こそが、まあそうだね、はい、あの強いドラゴンズを見せてほしいな、いやもちろんそうだよね、はい、はい、思います、はい。